はい、では続きいきましょう。セーブちゃんとしてきましたので、さあお楽しみいくか。来る、これ来る。ガライの町、あ、3つあるね。一応ガライの町いきますか。これはもうドラクエ1の世界で間違いないと思います。ガライの町は隠し通路とかがある町ですよ。銀の盾ごと、うわうわぐ、うわ、グラフィックも音もやっばー、うわやっば、かわいい。ちょっと完全にガライの町ですがな、これ敵出る。フォンデュ、この敵は再現されてない、こんなやつおらんよね。まあいいか。でも戦闘の音は完全にワンのそれですわ。いいねーこれ。お、旅のお方聞いてくださいまし。ここは偉大な吟遊詩人ガライの名を継いだ昔語りの町。先日急に魔物がやってきましてな、ガライの墓に忍び込んで彼の遺品の銀の盾ごとを盗み寄りました。銀の盾ごとはただの遺品ではありませぬ。ひとたび書き鳴らせば音色で魔物を引き寄せるあやかしの品。魔物はこの町で銀の盾ごとを書き鳴らし、止めどなく、ま、町に魔物を呼び寄せてまして、町の者はみんな逃げてしまいました。このままでは町は滅びてしまいます。どうか銀の盾ごとを盗んだ魔物を倒し、町に平和を取り戻してくれませんか。任せておけ。おー、ありがとうございます。銀の盾ごとを盗んだ魔物めはこの町のどこかに潜んでおります。暗く見えるような場所にも道は隠れていくもの、いるもの。町の中をよく探してみてくだされ。町の中は盾ごとの音色に引き寄せられた魔物で溢れかえっていますから、ご注意を、ご分をお祈りしています。よっしゃ頑張るぜ。の前に、ちょっとその前に外出てみていいですか。一回フィールド出れんのかな。あ、出れへんわ、それは無理や。もう明らかに怪しいとこがあるけどね、ここやけどね。このガライの町はそもそもそうなんですよね、怪し、あの隠されてるんですよね。いやー音いいわー、これ。ちょっと待って、3とか4の世界いけんのか、たまらんなー、たまらんぞこれ。しかもそれをドット絵でやれるのか、最高じゃないか。これプレステ勢の人はどうなってるんやろ。ここじゃない、この辺のどっかやったっけ。魔物の群れが現れた。言うても覚えてないですからね。そんな記憶はあるけど、中に入れるっていう。プレステ4の人がどういう風に見えてるのかすごい気になる。でもきっとこれ再現されてるんやろうな。あれ？なんもねえな。いや、ちょっと待って。開いてるやん、ここ。開いてますやんか。完全に開いてましたやんか。そんな向こう側やね。よし。ん？転生モンスターのモッツァレラだみたいなこと言わんかった、今。何転生モンスターって、強いのかな。モッツァレラを眠らせた、ナイスー。まずはフォンデュを私が仕留め切ります。もうスリープダガー打ちまくりやね、やっちゃらー。今もうスリープダガーばっかりやんなや。さらに眠らせた、もうええぞ、もうええ、普通に攻撃しろ。スリープダガー、いやー頭が悪い、あー頭が悪い。寝てる人に対してもう子守唄の連打、もう目覚ましたやん、ほら。そしてめちゃくちゃ強いんですけど、大丈夫ですかこれ。ホイミしといた方が良さそうな気がする。ドルマ、ほら見てみー、じゃほら見てみー、めちゃくちゃ強かった、おかしかったもん。やってもた、勇者が死んだ。ジバリアの呪文を覚えた。神がゾーンで勇者と使える連携技火炎陣を覚えた。いや、それはええけどやな。妖精の面下を手に入れた。いや、それはええけどやな。ちょっと待って、勇者が死んだかな。ちょっと待って、おじいさん回復してくれへんかな。銀の盾ごとを盗ん、うわー、あかん。一回帰っていい？一回帰っていい？ちょっと。帰れますよね、多分これ。あかん、あかん、あかん、あかん。こんなんで行きたくないわ。あれ？生き返ってる？あれ？いつ？そういえば、でも今一緒に歩けてたよな。いつ？なんか生き返った。よくわかんないですけど生き返った。え、どういうこと？この冒険のその世界では生き返ることができるんだろうか。なんかわかんないですけど HP1 で生きてた。
じゃあ行こう。ごめんなさい。そういえば先頭歩いてたわ、思いっきり。棺桶引っ張ってなかったもんね。よし、さあ宝箱を開けて、左上ぐらいに多分入り口があるから、そこを目指していく。ナイス、オッケー。火エンジンもちょっと使ってみたいな。薬草を手に入れた。あ、乗れないタイプですよ。不思議な火種、乗れないタイプの宝箱ですよ。ポンポン、おった、サイモン。こら、サイモンがおった。またや、転生モンスターのモッツァレーラが出たよ。火炎人、カミュがゾーンで勇者と使える。火炎人、そして特技火炎斬り。まずはフォンデュを倒すか。えい、火炎人炎弱体化。おらー、いや、強えな。強えな、普通に。いや、まずは本領。火炎陣が発動。うわ、すげえ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 。連続で発動していくんやん。すごい、すごい、すごい。いや、しかしだ。しかしだ。火炎陣、すげえやんか。毎ターン発動かよ。めちゃくちゃやばい。これは強い。これは強いですよ。火炎斬り、火炎陣が発動。めちゃくちゃ強え。連携技やばいな。でもこれが使えるってことは、この難易度で敵が来るってことやからね。よう考えたら怖いですね、ちょっと。妖精の面かゲット。よし、ちょっとスキル振り分け見に行ってみよう。今は正直8ポイント持ってますんで、ドラゴン斬りはまだ無理。ゾーン入りやすくしようかな。これいこうかな。ゾーン突入率 5% アップ入れていきたいと思います。ゾーンに入りやすくなった。そして神は所持3ポイントなんで、まあちょっと貯めましょうかね。よし、おいおっさん、ガハハ、こいつはいいや。この銀の盾ごとをかき鳴らせば客がどんどん集まってきやがる。お、なんだなんだ、銀元の客か。お前も俺の歌を聴きたくて来たのか。なんだって、銀の盾ごとを返せだと。バカ言っちゃいけねえや、こんな夢のような楽器返すもんか。俺はドラムゴート族のはみ出しもん。生まれつき音痴で誰も俺の歌なんか聴いちゃくれなかった。だがこの銀の盾ごとがあれば、俺の歌を聴かせる客に困ることはねえ。毎晩、毎日毎晩リサイタルしてやるぜ、生放送でな。邪魔する奴は容赦しねえ。俺様の魂のビート、その身に刻みやがれ。うがーん、はい。はい。うがーん、名前。しかも、縦ごとって言いながらドラム。もう、むちゃくちゃやん。いろいろもう、ごめんなさい。もう、いろいろむちゃくちゃですわ、あなた。あー、呼び出しやがった。ここ、火炎陣ぶち込みてー。よし、火炎陣。ここは火炎陣行こう。火炎陣めっちゃ便利やもん、こういう時。うい、火炎陣を仕掛けて、仕掛けることによって次のターンで一気にいけるからね。よっしゃ、火炎斬り、うがん。人生うがった味方をしてることで有名なうがん。よし、地獄のリサイタル、ショック受けた。もうジャイアン、ジャイアン状態。しかし火炎陣で追加ダメージ、銀の盾ごと。しかし銀の盾ごとは完全に封殺してるからね、こっちは。えい、めっちゃ強え、これ。あれ、やつらに聞いてない。そっか、あくまでも発動した段階でおるモンスターにだけ入るってことですね、これは。まあそれでもだいぶ強いですけどね。めちゃくちゃ強いですけどね。神レベル11、薬草ゲット。スキルは貯めます、ちょっと。銀の盾ごとを盗んだ魔物を倒した。ガライの町にいるおじいさんに倒したことを報告しに行こう。の前に、この先は真っ暗で進めそうにない。なんだと。ちょっと待って、スキル、ちょっとやらして。あれやろ。スキルで、カミュの炎斬りを、火炎斬り、これを、あ、そっか、でも片手剣か、これ。盗む、
盗むもいいっすけどね。でもなんか絶対盗まなあかん状況みたいなの作られんの辛いしな。ヒュプノスハント。眠りや混乱の敵に通常攻撃の 6倍の絶大ダメージ。やば。これしよう。ためよう。よし。OK。さあ。おじいちゃんに報告。行きましょう。おう、旅のお方、銀の盾ごとを取り戻されたのですね。さあ、渡してくれませんか。はい。勇者は銀の盾ごとを渡した。魔物に怯えて逃げてしまった町の人々もこれで戻ってきましょう。さあ、こちらは私からのお礼です。金のブレスレットゲット。この盾ごとは元通り、ガライの思い出とともに墓の奥深くへ戻しておくとしましょう。旅のお方、あなたのおかげで銀の盾ごとを後世に残すことができます。本当にありがとうございました。やったー。だからお騒がせリサイタルやったんや。よっしゃ、クエストクリア。わー、村の音になったー。うー、めっちゃいいなー。マジでめっちゃいいな、このゲーム。すごい気に入ってるんですけども、私すでに。あー、いいわー。神、ブレスレットあげよう。まあ、本当はね、ちょっと、勇者がだいぶ柔らかいんですけどね。私、噂で聞いたのですが、何でも勇者様がラダトームのお城を旅立たれたのだとか、もうすぐ勇者様はこの町に立ち寄られるでしょうか。気になって何も手につきませんよ。このなんか小さい通の入れ方が昔のドラクエっぽい。しかもほら、全員前向いてる。この感じ。お、あなたはこの町の救世主様じゃないですか。どうぞゆっくりしていてください。ゆっくりするっても何にも置いてあらへん。ほら。雑魚寝やん。もう、レンガの上に。ほら。すでに平行移動。ほらほらほら。前ばっかり見てますよ、これ。キティちゃんと一緒のやり方ですね。昔語りの町からへにようこそ。ああ、またこの挨拶ができるなんて思いもしませんでした。本当にありがとうございます。お買い物ですか？すみませんね。魔物に商品を奪われていないか、今品揃えを確認しているんです。こことか何もないんかな？何もない。もうこの町には住めないと思っていたが、お主のおかげで再び元の生活が送れそうじゃよ。こいつら結構落ち着きないな。ふら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 動きますね。偉大な吟遊詩人ガライが作ったというこの町が魔物に奪われるなど二度とあってはならぬことじゃ。ありがとう、名も知らぬ若者よ。わしらはこれからもガライの名を守っていくつもりじゃよ。やはりやりすみませんね、魔物に荒らされてしまったのでと。よし、まあこの町は解決した、バッチリ。まあこんな感じで町とか多分ダンジョン単位でこう仕事をしていくんでしょうね。うわ、もう3と4が楽しみすぎるわ。まあ5も最近クリアしたからすげえ楽しみ。よっしゃ。勇者は四つ族の長老に冒険の書の世界で会ったことを話した。なんと冒険の書の世界のガライの町が魔物に襲われていたですと。うーむ、これはわしの予想ですが、おそらく冒険の書が怪我されたことで中の世界の歴史が書き換えられたのでしょう。なるほど。書き換えられた歴史を元に戻すには冒険の書の世界で困っている人の頼みを聞き解決すれば良いのではないでしょうか。その通り、わかりました。ゲーム後ですわ。すべての冒険の書の歴史が元通りになったとき、わしらの使命も果たされましょう。しかしそのためには、多くの冒険の書の合言葉とそれを見つける四つ族が必要となります。そこで、クルッチたちに命じて、勇者様たちのために用意したものがあるのです。それではわしについてきてくだされ。多分、すれ違い通信のやつやな。俺ずっと家にいるからすれ違い通信無理やで。大丈夫かな。駅に行かなあかん、駅に。ああ、勇者様待ってたっち。ここは、オイラたちが勇者様のために力を合わせて作ったギルド。名付けて勇者ギルドだっち。うわぁ、驚かれましたかな。この勇者ギルドこそわしがクルッチに命じて準備させていたものです。このギルドのすごいところは、すれ違い通信ですれ違った四つ族がやってくること。すなわち、これからはすれ違い通信を使って時渡りの迷宮に送り込む四つ族の戦士を集めることができるのですじゃ。ロト・ゼタシアの各地にいる四つ族に声をかけたり、すれ違い通信を使ったりして、とにかく多くの四つ族を集めてくだされ。すれ違い通信について詳しく聞いたいときは、設定をするときはおいらに言ってくれっち。四つ族を迷宮に送り込み、冒険の書の合言葉を集めていれば、いつか全ての冒険の書を元に戻すことができるはずですじゃ。勇者の功績を伝えるという四つ族の使命はあなたの活躍にかかっております。よろしく頼みましたぞ勇者様。ラジャリングでございます。わあ、もうおるポアンナ。黄色い四つ族はおせっかいが多い。結構喋れるやんこいつら。チロロ、力には自信がある。チロロ、バニッチ。四つ族について知りたかったら私に喋りかけて。おパップ、
もう時渡りの迷宮行く使命をもう、もうみんな余裕で感じとるな。勇者ギルドへようこそっち。ここではすれ違い通信の登録ができるっち。すれ違い通信を登録するとすれ違った人にお出かけよっちを送ったり逆にもらったりできるっち。お出かけよっちに設定した四つ族はすれ違った人に送ってもいなくならないから安心して設定してほしいっち。それからすれ違った人にはお出かけよっちの名前と設定したプロフィールが公開されるっち。だからすれ違った人が嫌な気持ちになるような内容を設定しないように気をつけてっち。よし、すれ違い通信を登録しますか。お出かけよっちとプロフィールの設定が必要。お出かけよっちどうする？誰でもいい。チロロにしようか。チロロ。チロロ。石の体験。チロロ。名前を変える？まあお出かけ、このままお出かけよっちに。はい。チロロを設定した。そして、配信するプロフィール。称号選択。YouTuber。ないな。ないな。災いを呼ぶ悪魔の子でいいか。性別は男性、年代は30代、出身地は近畿。まあ、ここまでは設定したくないな。田舎にしとこうか。性格は、何しようかな。一匹狼。趣味は、なんでしょう。実況。ドラクエ歴は、腕利き。メッセージ、YouTube 見てねにしとこうか。YouTube 短いな、メッセージ。もっと入れたいな。YouTube こんなん、ほんまにこんなん見てもらえんのかな。YouTube で勇者と検索みたいな、いけるかな、書けるかな。宣伝していこうか。ここでいけるな。いけるいける。さあ皆さん、ドラクエやってる皆さん、これ書いてください。拡散、これ拡散してください皆さん。よし、お任せしますよ皆さん。よっしゃ、登録しましょう。すれ違い通信を登録したっち。これでとりあえずはすれ違い通信っていうのは多分もうあとは蓋閉めてうろうろするだけっすよね。あんまり地元回らんとこ恥ずかしいわ。ここは帽子屋だっちょ。必要な枚数のチケットを持っていればおしゃれな帽子と交換できるっちょ。帽子をつけたお出かけよっちと出会うことでその帽子のチケットが1枚手に入るっちょ。帽子1個持ってるよ俺。チケットもらった。おしゃれリボンの赤のチケット。まずはそのチケットと帽子を交換して帽子の素晴らしさを体験するといいっちょ。はい、帽子見ようか。おしゃれリボン。うわーうわー、いい、まあでもちょっと似合うな。色味、お色味は合ってますね。はい。あ、オッケーオッケー。交換します。え、するよ。はい、するする。毎度ありだっちょ。全然全くね、出てないんで、新しいものは。一応麦わら帽子は1個持ってんのよ。ダサ、浮いてるやん。あ、浮いてるんじゃないのか。唾か。おお、ちょっとなんかあの某ね、アニメの主人公っぽい感じ。これをどうしたらいいの。装備をさせるのはどうしたらいいんだ。お出かけよっちの変更するのかな。装備変えられへんかな、これ装備。これや、帽子を変えるや。来た。これで、麦わら帽子とか装備させればいいんや。おしゃれリボン赤、とりあえず。あー、この人初心者やなーっていうのがバレるわー。恥ずかしいわー。まあいいや。よーし。オッケー。もう一回行ってみようかなー。四つ族のところ。時渡りの迷宮へようこそ。探検に行くよ。どこから出発するの？前回の続きからですよね。自分で選ぶ。こいつらだけ、4人か。さっきの奴らどこ行ったんやん。はい。さっきの奴らどこ行ったんよ。4人厳しくないか、ちょっと。
いいね。ウェイス。スライムベース1ターンで倒す、1ターンっていうか2ターンで倒せるかな。あーやばい、3ターンかかっちゃう。これは厳しいかも。全滅の危険あるな。スキル次第ですけどね、スキルの溜まり方次第ではありますけどね。ギリギリでもクリアできれば次そこからいけるから、ちょっとうろついてみるか。地図をよく見て敵を避けていく動きでいきましょうか。やつは避けれる。別に経験値とかない模様やから、避けれたら避けてもいいと思うんですよね。よし、かかってこんかい。ダメージを食らう。危ない。チロロ踏ん張った。てかチロロ交換に出してんねんからさ、チロロ死なれたら困んねんけど。全然たまらんな、ゲージが。ゲージのたまりが寒いわ。あー、ちょっと待って、これスルーできるかもしれんから、あかんて、これスルーできるかもしれないです。うわ、動きおらへん。ビタで動きおらへん。見とるわ。自分が動くマスで動くよ、動きおるんや、向こうも。なるほど。おし、うまくいった、うまくいきました。宝箱、わー、ドラッキーが来た。いやー、宝箱いっぱいあんねんけどな、逃したくないねんけどな。戦うか、ドラッキー。いや、なんかあかん、ほら、あいつ力貯めとるやん。赤のバリアを張っとるってことは、赤の攻撃をしないといけないじゃなかったでしたっけ。いや、もうこの4人では無理やぞ。とりあえず先に進むか。いや、なんかもういける気がしないっすわ、メンツが弱すぎて。あー、もう絶対無理やこれ。チロロがやられる前に撤退やな。いや、あかん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 。ういっすういっす、まあ、とりあえずこいつは倒して、とりあえずこいつは倒して、ちょっと帰りますね。帰るか。ああ、もう無理、絶対無理や。こいつ動きおらへん。関所みたいなもんですわ。ちょっとこれは帰ろう。木村、帰ろう。もう木村帰ろう、マジで。よし。さあさあさあ、もう早速2人になったしね。集めてこなあきません、これは。すれ違い通信をやらな。うわ、ちょっと待って、チェック。え、もう変えるってことはできないのか。探検を終了する。あ、できた。今探検しているヨッチ族はいなくなります。なんだと。そうなんや。じゃあもうあかんやん、あかんやん。ちょっと待ってよ、ヨッチ族もうすれ違いのやつ。うーわ、もう全然少ないなって思ってるやん。あ、チロロだけはおるな。チロロだけは一応登録したからおるんや。あたたたたた。これ、この他のヨッチ族の補充について聞きたいな。ヨッチ族を集めるには、ロトゼタシア各地で捕まえたりして集めることができんねや。なるほど、ロトゼタシアにおるんやな。オッケーオッケーオッケー、わかった。じゃあ、ロトゼタシアで、探してくる。バリアは同じ色をしたヨッチ族なら破れる。うん、オッケー。よし、オッケーオッケー、よし、オッケー、わかった。まあすれ違いで集めるか、同じやつを探してくるかですね。よし、腕前高めとこう。ういー、オッケー。上下打ちの特技を覚えた。いいね、特技覚えましたよ。でも家事をするものがないから今のところは。はい、まあ、じゃあもうロト絶対今はもう冒険の書も無理なんで、もう無理なんで、そうやね、とりあえずまあヨッチ族本来の冒険に戻ってはどうですかなと。で、本来の冒険戻ってまた合間合間でヨッチ族のここに帰ってきて他の世界に行くっていうことでいいんですよね。よし、 OK。じゃあちょっとセーブしておきたいと思います。次回はとりあえず通常の物語の方に戻りたいと思います。
はい、すげえ楽しいので、ちょっとすれ違いも頑張ってやるわ。ちょっと都会に出かけてみようかな。バシカメあたりに出かけたらいっぱいすれ違いできそうなんで、恥ずかしいんでポケットに入れた状態で通信していきたいと思います。まあ行けるタイミングがあればですけどね。はい、楽しみ。もし私に出会った方、ありがとうございました。はい、動画見ていただいてありがとうございます。では見ていただいてありがとうございました。